皆さん、こんにちは。本日は貴重な時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。私は長崎大学教育学部副学部長の星野と申します。教職大学院を担当しております。よろしくお願いいたします。それでは私の方から、長崎大学大学院教育学研究科教職実践専攻教職大学院について説明をさせていただきます。今回は特に履修プログラムについての説明をいたします。長崎大学教職大学院は学生定員が28名でございます。4つのコースからなっております。子ども理解特別支援教育実践コースでは、子どもの特性等に応じた指導・支援の実践力向上を目指すコースです。学級経営・事業実践開発コースは、教育方法や学級経営等の教育実践力の向上を目指すコースです。教科事業実践コースは、小中高等学校の教科の事業実践力の向上を目指すコースです。管理職養成コースは、スクールリーダー、管理職の養成を目指すコースです。詳しくは、教育内容の動画の方をご覧ください。本教職大学院では、皆さんの学びの履歴に応じて、3つの履修プログラムを用意しております。1つ目の1年プログラム、こちらは現職教員の方が対象となります。その中でも丸1から丸3の要件を満たす方となります。正規教員としての教職経験が10年以上ある方、そして教育職員免許状の一種免許をお持ちの方、さらに実習科目10単位分のうち6単位を免除されうる方です。詳しくは募集要項の方をご覧ください。2つ目は2年プログラムです。こちらが標準の修了年限の過程となります。学部新卒学生で教員免許状を持っている方の場合は、この2年プログラムの過程となります。現職教員の方も、上の1年プログラムに該当されない方は、この2年プログラムを履修することになります。1年目は大学院の方で学び、2年目は在籍校で勤務しながら履修することになります。3つ目の3年プログラムです。こちらは教員免許証を持たない方が対象となります。教員免許証取得のため、学部授業科目を1年目、2年目のうちに履修することになります。3年目に大学院の授業科目を、あるいは実習の科目を多く履修することになります。取得できる免許証は、1つの講習、あるいは1つの教科だけに限られますので、注意してください。単に免許証取得のためだけにこの3年プログラムに入るのではなく、専修免許証を最終的には取得していただきますので、高度な学び、これを目指す方に3年プログラムの応募をお願いしたいと思います。それでは、各履修プログラムにどのぐらいの方が在籍されているのかを見ていきましょう。令和3年度は学生数は全部で53名でした。そのうち1年プログラムの現職の方は6名、2年プログラムの現職の方は1年時に5名、
2年次に5名、合わせて16名となっておりました。令和4年度も学生数は同じ53名です。1年プログラムの現職の方は10名、2年プログラムの現職の方は1年次が4名、2年次が5名、合わせて19名となっています。学部新卒学生は2年プログラムが1年次が9名、2年次が9名、3年プログラムが1年次が4名、2年次が7名、3年次が5名、合わせて34名が在籍しております。次に、今年度、コース別にどのぐらいの方が在籍されているのでしょうか。赤字は今年度入学をされた方の人数です。子ども理解特別支援教育実践コースでは、右の方を見ていただきますと、現職が6名、学部新卒学生は14名、合わせて20名が在籍しています。学級経営事業実践開発コースでは、現職が2名、学部新卒が11名、合わせて13名。教科授業実践コースでは、現職が4名、学部新卒が9名、合わせて13名。管理職養成コースは、現職の教員大学院生のみですので、7名となっております。次に、実習についてです。履修プログラムによって、実習の時期や実習校が異なってきます。まず、現職教員について見ていきます。1年プログラムの現職教員の場合、管理職養成コース以外の3コースの場合は、4月から実習4、これは所属している学校以外の公立学校での実習となります。7月までこの実習があり、そして9月に実習4と同じ公立学校での実習を行うことになります。管理職養成コースでは、実習4と実習5を県の教育センターや付属学校園および公立の学校で行います。これが4月から11月までにかけて分散して、集中的に行われます。2年プログラムの現職教員の場合です。1年目には4月から7月にかけて実習1、ここでも所属校以外の公立学校での実習となります。9月、10月、11月、年が明けて2月の半ば頃まで、この同じ学校で実習2、3、4が続きます。2年目になりますと、所属校での実習となります。これが4月から12月ぐらいまで行われることになります。次に、学部新卒学生の場合です。2年プログラムの場合、1年目の実習は実習1、実習2ともに付属学校園での実習となります。10月から公立学校での実習3が始まることになります。実習4、実習5は2年目となります。いずれも1年目の実習3と同じ公立学校での実習、基本的にはそのようになります。3年プログラムの場合、1年目、2年目は免許証取得のための授業や実習が行われます。
したがって大学院での実習は3年目だけとなります。実習1から実習5までが1年間にわたって行われるということになりますので、大変忙しい3年目となります。これらの実習校を決めるにあたりましては、市町教育委員会の了解をいただいて、長崎市内あるいは周辺の長与町、時津町の公立小中学校、あるいは県の教育委員会の了解をいただいて、周辺の県立学校で実施をするということになります。実習プログラムは異なっても同じコースに所属しているということで、各コースごとに設けられた院生室で現職教員や他の学部新卒学生と一緒に学ぶことができます。管理職養成コースの現職教員はこの3つのコースの大学院生室に分散して入ることになります。先ほど紹介しましたように、同じ大学院生室で学んだり、あるいは授業の中でも現職教員と一緒に学部新卒学生が学んだりします。そういった環境にある中での学部新卒学生のいくつかの声を紹介します。実習授業の指導案作りの相談ができる。大学院の授業で教義に深まりが出る。あるいは教員採用試験の二次対策、面接や模擬授業でもいろいろと相談に乗ってもらえる。学校現場の話がいろいろと聞ける。現職の先生同士の話を間近で聞けるというメリットを多く感じているようです。一方、現職教員院生は学部新卒院生と一緒になってどのようなことを感じているのでしょうか。いくつかの声を紹介したいと思います。学部新卒学生の考えに触れたことで、今後出会う若手教員のイメージができる。また、忘れていた感覚を思い出させてくれた。学部新卒学生の志が高く、より多く学ぼうとする意欲を感じる。自分の経験を話しながら、共に学び合い、高め合いたい。学部新卒学生と同じ班になり、疑問や不安を聞くことができた。少しでも彼らの不安を解消して現場に出られるようにするのが自分の役割だと考えている。などでした。いかがだったでしょうか。ここまで長崎大学の教職大学院の紹介をしてまいりました。主に履修プログラムについてお話をさせていただきました。出願を考えておられる方は、表示されている請求先に、ぜひ募集要項の請求をお願いいたします。最後まで視聴していただき、ありがとうございました。この他に、教育内容について、入試についての動画もございますので、そちらの方もぜひご覧ください。